優勝戦スタートまで10秒を切りました。進入隊形はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。スロー勢が好スタートを切りました。ダッシュ勢も遅れていません。一周一幕、松葉1コースから出ていく1番の田村が逃げる展開。マクリンク3番柳沢、内をつく2番の藤原、この内から原田、さらには武田ですが、2番たらすいがやっとというところ。1番の田村寄せつけませんでした。逃げて先頭リードは早くも4点進。一方2番たらすい5人が横に広がります。スタートは前提正常。内から6番の萩原上がってきた。ここに4番の原田の差しが届いて、さらに内から5番の武田も刺してきました。インから圧倒する逃げ。1番の田村が寄せつけませんでした。2年ぶりの記念タイトル G2 は7回目の輸出で、これが G2 初優勝。1番の田村先頭で、2番手水槽、5番の武田、そして3番手は4番の原田。最後のホームストレッチに移りまして、グレードレースこれで全冠制覇。1番の田村貴信優勝五輪。今の率直な気持ちを聞かせてください。はい、ホッとしてます、さあ田村選手はこの G2 を制したことで全グレードを制覇したことになりますが、これからどんな目標を持ってレースに挑みましょうか。そうですね、長いこと SG 勝てないので、 SG 勝つことを目標に、頑張っていきたいと思います。はい、まあ、最終日までしっかり落ち着いて走れたと思うので、来節以降も、しっかりと落ち着いて走りたいと思います。応援お願いします。それではカメラサインをお願いします。その間タっていうサインがありましたよね、はい、話題になっていたそうですよ。はい、それではポーズをお願いします。はい。